防弾少年団のジンが入隊して2ヶ月。ただし、彼の名前は、すべての最大のメディアアウトレット、ソーシャルメディア、さらにはテレビニュースでも常に見られます。訓練部隊の指揮官だったジンに注目が集まる。最近では、ジンが軍隊で優れたパフォーマンスを発揮し、トレーニングアシスタントの地位に選ばれた方法について話されています。2月14日、ジンが率いる最初の練習生がキャンプに到着する予定だ。ジンのダンスチームがタレントショーで優勝したというニュースも話題になった。ジンは競技会の準備でダンスインストラクターの役割を担ったと報じられた。2月7日、キャッチーなハッシュタグ、キャプテンコリアジンがツイッターでトレンド入り。このキーワードは、米国、インドネシア、フィリピン、およびその他の国でもトレンドトピックの一つになりました。ハッシュタグの下で、ファンは、ジンの広い肩のお気に入りの写真や、キャプテンコリアの雰囲気を持った他の写真を共有していました。彼らはまた、他のハッシュタグとともに、あなたジンを誇りに思っています、とトレンドになっています。多くの人がジンが国連で韓国を代表したり、ホワイトハウスで演説したりした記憶を持ち出した。それらの出来事からの彼の引用は、何度も口コミで広まっています。キャプテンコリア人は、複数の系メディアアウトレットが記事でジンをそう呼んでいるため、人気のトピックになりました。ただし、ジンのニックネームのリストでは新しいものではありません。2016年以来、人々は彼をそう呼んでいるためです。BTS メンバー自身を含む。ジンの世界的な肩と運動能力への言及として人気がありました。ジンの三角形の肩と腰の比率は常にマーベルのキャプテンアメリカと比較されていました。